間違えました。あそこ D ですね。すいません、間違えました。はい、ちょっとみんな僕のバッグ言ってB に行けば B に行ってしまい、ね、大丈夫大丈夫です。あと、ね、迷わない。こっちが間違えても迷わなくていいです。そのまま行っちゃっていいです。
完璧ですね。完璧です。すごい。この間散歩見てきたばっかり。あ、周り映ってます。すごい。We'll be right back.
本当はもう一回もっとよくこういう形にしてました。
なんか送るようなこういう個人情報がばらばかれてる。坂井宗男クロマーさんも、こちら坂井宗男クロムジャンスで。なんていうの、すごいとしか言いようがない。無駄な。この辺で3人やっても大丈夫ですよね。こっち隙間時間にちょっと食べちゃいました。ああ、行って出かけてるんだろうなと思いました。朝ごはんをがっつり食べてきたんで。あんま食わない方がいいんですか。食べても大丈夫なんですけど、私の。でもまあ。何なら行っていただければ。だから着替えちゃったからなと思って。なんか何が食べたいってのか買ってきますけど。大丈夫。牛丼。あ、牛丼食べてた。スケはあった。コンビニで買っておこうかなと思ったんだけど。スイッチ。なんて失礼なことを。最近の足が一人で、面になってる方いらっしゃいませんか。ちっちゃい足が。あ、ハイホテルの時、学生の足。そうらしい。ケースの足が飛んでるそうです。山田先生。ケースの足が誰か。高津先生。高津先生がショップコムでしょうか。あ、ここ。そうなんです。あ、じゃあ、あずかくさん。そんなこと。そう。簡単っぽいですよね。まだ本当申し訳ない。すいません。いや、いいんです。被ってないでしょ。被ってない。被ってる。たまたま物質使ってる。いや、だから、テコムに行かれてたから、で、浜坂さんがね、相田の先輩が一緒にやってて、そっち経由で誘われた。浜坂さんと、やっぱ私一緒にやったりしてたんだ。だから、卒業して一緒に。浜田さん、やかずさん、浜坂さんみたいな感じのつながりになっていく。なるほど。また見たり聞かれたり。お待たせ。懐かしい。この間あのオフィライブの時に出てましたね。あー、出てました。そう、やかず先生出てましたね。
面まで被せられて、そう、もう、また言いながら。文句しか言わないでしょ。まあ、走りません。基本的にはそんな、僕は思ったんですけど、文句の波に人は多いなって思わない。ああ。全く被ってないね。申し訳ない。あのさ、マッチとかのバンドのタスク、はい、あいつは同期です。タスクが一緒なんだ。はい、ここが一緒なんだ。はい、夏のライブなんかあいつカナダずっと行ってて、あ、もちろんで研修医まで一緒だったんですけど、研修医終わってカナダ行くっつって、はい、カナダずっといて語学留学でギターをやってるのをフェイスブックで見てましたけど、なんかいつの間にか日本帰りしたっぽい、なんかあれみたいな、別にその医者的なあれじゃなくて自由に、あ、そうです、全然なんか音楽と工学で音楽みたいな感じっぽい。医者がやってるのかよくわかんないけど。マッシーと一緒にやってるパンダの5年間が。ああ、そうなんだ。あったり、このベースは意外と一悶着があったね。結構できた当初から結構変な人だ。僕のジャズ系の先輩だった。結構声が強くてタスクと喧嘩してなんかあそこのベースは結構コロコロ変わってて、ちょっと。もうよちゃんみたいな。あ、そうなんですか。ちょっと僕が多分あんまり最近行ってないから。よくやってます。ちゃんはね、女の子ですごい小さいんだけど、そうになりました。なかなかいい感じ。私でも9マシンだと話があるんです。全然具体化しないで。いいね、いいね。東京に、なんか、彼女が東京に来たし、次の日一回東京来ましたね。で、番号も隣だったし、亀津タスクの勝田でも。普通、6年間番号隣で。亀津です。亀に、沼津とか津田の間とかだし。まあ、そうだね。たまたま親同士に行ってくれて、コンビニ移動しますか。入学式で久しぶりみたいな感じだったらしい。同じ学年で、あ、やっぱりいいですか。完全犯罪を装うのに、そのままフェイスブックでやるのか、投稿はあったから、ここは単なる同級生で、やろうっていうのは、そのままの人だから、
バレ部なんで、バレ部の先輩。あ、次の先輩だとあの杉下の同級生。あ、ちょっと今入ったら、いや、MR そんなに分かんねえから。
牛乳一杯で本当に笑ってるから聞いた。いや、で、新規とって彼女とかで一緒に飲みで。飲みで。朝ごはんは何を食べてきて、コーヒーのヨーグルトだ。まあ、それもありますけど、本質としてはそれで当たりませんけど、なんか、濃厚ミルク感じとか、楽しかった。もしかしたら寂しいの。吉野家、こちらはスキヤに。スキヤ、吉野家の状態があります。どっちかっていうと、吉野家が吉野家だと美味しいですよね。そんな今、まあ、日曜日だから休んでるっていう人たちがいろんなコンビニだから季節限定で、まあ、確かにバリエーション的にはもしかしたらもうちょっと実はないかもしれない。いろいろある。そんな女がいりますか。朝にコーヒーとヨーグルトだけで昼まで持つんですか。もう持ちますね。やっぱり慣れなんだな。ちゃんとそのお腹空いたなって思って召し上がれるっていう感じです。本当に羨ましい。食べる時間がなくて食べてないだけなんです。いや、まあそれはね、朝ね忙しいからとね。コーヒーって言葉がよくなって僕早く起きれば全然いいんですけど、なかなかね、起きれない。コーヒー一杯飲んでしたら、私はそれだけなので、やっぱり昼間のことなんで完食しちゃうからね。下半立ちだったらさ、なっちゃって終わりじゃない。いや、全然大丈夫ですけど、モニターとしてで大丈夫。結構音でかいけど大丈夫。ありがとうございます。こっちに来たら並んでる人ないからね。いらっしゃい。お父さんも近くから。いらっしゃいませ。入ってこないじゃん。あ、山田君。そうですね、私友達もここに行っといた。そうですか。しかも肩が。
すみません、お願いしちゃってください。あ、ちょっとお前さ、あんまりでもいい、あれ変えたら、別の人がいるので、どっちがいるっていうのが決まらなかったで、だから全然違う直前になって、やっぱり必要になったっていうのが結果的になくなかったとは言うけど、結果的にはいかない、次からあったやつ来るの、まあ、俺にはそう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 いうことを知らせる壊れたではありませんね。確かにお前の無理に強いか元の市長に可能性はあった、忘れられたら賢明な判断ラングラーだったんじゃない、でも行けないと断念してる、そうですね、折り抜きでやってくれって言ってる、どうしても話せない、その時に入っちゃってごめんよ、怖くて、うん、初めからもう折り抜きで行くのよかった、俺も行くよ、もしかしたら行けるかもしれないかもしれない、危なかったな、余計しちゃったもん、
ファンクリアさんにもそのままいるんですけど、ないあと衣装じゃなくて別のことで、自分の答えで自分たちでも分からないですけど、でもなんか6年間いろいろ観光でやってるけど全然観光通りだったから、なんかちょっと条件厳しくしてあっちから断ってもらうようにしてみたい。でそのライターの人が推しの新人を出させるギャラを出すんです。家に帰るからだからそういう交渉を持ちかけてギャラ出せるっていう記事書いてやる代わりに書いてやるからまた文句言ったとしたらまあだから前回でちょっとこのカントリーだったっていう話を聞いて、今じゃない。
だからさ、さっきなんかさ、拾って人間入りが固まります。すごいじゃん。いやー、だよね。会いに会ったことない。
子がある。子がある。Thank you.
Thank you.
大丈夫ですか。今日はですね、我々だけじゃないんですよ。豪華に本立て、豪華って自分で言っちゃいました。次はですね、我々と、あともう一人、浅野ダンさんという方と一緒にやらせていただきます。次のバンドはですね、すごいですよ。なんつったんですね、歌がいいです。ボーカルがあるとですね、皆さん、親しみがあるんじゃないかと思います。そういうことですね。あんまり僕喋ってるとですね、時間がなくなっちゃうので、続けていきたいと思いますけど、あっという間に終わってしまうので、そこら辺に試してください。ここは、じゃあ、どうしようか。いい、大丈夫。まあ、今日なんかですね、もしたら昨日、柄にも37だか8だか分かんないけど、出しまして、今日は危ういっていう、風邪だと言ってますけど、インフルエンザかもしれない。今日、漏れなく皆さんにプレゼントして、さらっと受け取って帰ってきた。激しくて、アベゾンに帰ってきた。業務で。で、まあ、僕のね、友達なんですけど、こいつは風邪だって。風邪なんか俺ひどくんね、それでよく見ると鼻水かけしてます、ね、それバカなんですバカは風邪ひかないんじゃなくて、バカは風邪に気がつかないよしじゃあ、ご一緒にお願いしますということでですね、私はこのバンドでの担当は語り部でございます話ばっかり前回のライブとか来ていただいた方の話が長いと言っても、フレームだから喜んでくれたのがよくわかりますし、喋りばっかり、うちのバンドは私の喋せんかした私の喋りに向かなくなったら演奏をボツとする、そういう流れでやってます。でも今日はですね、先ほども言いました通り時間がありません。何が言いたいのということで、あっという間にもう2曲ですよ。この流れは早いですね。ちょっともう着々とみんな年を取ってください。僕なんかもう4年くらくもないというすぐにやっていくようなことでございます。さあ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 、じゃあ3曲目早速やってまいりますよ。あ、ごめんなさい、曲をね皆さん知らないですよね。知らないね。でこんな遠くまでねわざわざ来ていただいて知りもしない人の曲をこんな我々がやってるのわざわざ聞く大変だと思います。でも本当頼れもしないのにこの人たちも布教してもらってるみたいな、そのだと私は思ってないんですけども、まあそういうことでですね、これデビッツ・アンボーンという方の私のような敬愛する人なんですけども曲をやってます。で、そこに書いてあるように80サウンドなんかフェスティバルですね言いながら1曲目にやったのは92年の曲やった以降はですね、その2曲目からは80年代でございます。安心してください80年代で生まれてねえやつもいるのかな、ね、あんま気に入りませんということでですね、80年代華やかな時代でございました。それをちょっと振り返りましょうということで、ね、やっていきます。でもね、朝子さんの方はもう70年代ばっかりやらして嘘じゃねえか困りました。1曲目がスネークスという曲です。で我々の、バンドの名前がジャイアントスネークスということで、こちらの藤田先生がですね、つけてくださいました。ジャイアントスネークスと我々、この曲のスネークスということでかけてるんですけど、もうそれを分かってる人は誰もいないんで、ジャイアントスネークスを知らないと思いますけど大丈夫ですかということで、スネークス、次の曲はストレートゥーザハートという曲でございました。動きましたでしょうか。まだ女性です。さあ次はですね、マプートという曲をやります。マプートという曲はですね、マプートっていうのはなんかモザンビークですね、アフリカの、都市の名前だそうです。僕なんかただ単にアフリカって聞いたもんだからもうジャングルだと思って、そしたらまあ立派体操きれいな街でした
ちょっとイメージが違うんですが、ちょっとアフリカをイメージで、こちらの風引きがですね、ちょっとやっていきます。じゃあ、どうぞ、はい。よろしくお願いします。
Thank you.
集まった時にまとめてやるということで、まあ、それぞれが、個人練習をやるわけですね。で、まあ、私の場合なんかですよね、やかましいわけですね。まあ、この人でもそうですけど、
家なんかでやると奥さんに怒られちゃう。まあ、おまけにちょっとやっぱりなんか怒られた上に犬なんかも一緒に歌っちゃうもんなって言っちゃうもんなまあ大変でございます。その後あの何スタジオに行ってみたりカラオケボックスとか行ってみたりなかなかそれも空いてなかったりして、そうすると必然的にあの職場の帰りにあの車の中で歌ってたりする。そうするとですね、まあ、そういうのが、ね、カーサックスお前が言ってそれは私好きだったりしますけど、まあそういう感じで、まあちょくちょくこういうのありますんでね、あのもう喋りませんけど、それで何とかやってます。我々実はですね、赤ずきんと知り合ったから本心受かったりやりましょうなんてことで言ってですね、もうすでに1993年からやってるんですよね。まあ、気がつけば5周年も10周年も15周年も20周年25周年も飛ばして26年目っていうことです。気がつけばそんな感じになりました。まあ、びっくりするほど年を取っているわけでございますが、まあ、その豪快に夢中でやっていないというのを一部できました。多少ご了承いただきたい。まあ、これからもあの、ぼちぼちやっていきます。今度4月ぐらいですかね。大丈夫ですか。4月に、予定をしております。まあ、あの皆さんあの来るように多少の新曲を用意したいと思います。詳細は見て、そう詳細見てです。その間に誰か死ぬかもしれません。まあいいでしょう。ということでですね。じゃあ最後の曲になります。本当に短かったですね。あれでしたけど。
楽しみあれ。ありがとうございました。